原発やめて未来を守れ。原発やめて未来を守れ。原発やめて未来を守れ。すべての原発再稼働反対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 。原発再稼働反対。すべての原発再稼働反対。すべての原発再稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。原発いらない。原発いらない。再稼働反対。再稼働反対。原発いらない。原発いらない。再稼働反対。再稼働反対。原発いらない。再稼働反対。原発いらない。再稼働反対。再稼働反対。全ての原発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 再稼働反対。原発いらない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 。全ての原発再稼働反対。官邸に向かって抗議のスピーチご希望の方いらっしゃいますか。先頭で官邸の前で抗議のスピーチご希望の方いらっしゃいますか。それではワイヤレスマイクを持ったスタッフが後ろの方まで歩いてきますので、今お並びのその位置で1分以内で原発反対のスピーチをしていただきます。マスコミやユースト配信されている方、そして個人で SNS 等に画像や動画をアップされている方、列の中でマイクを持って抗議スピーチをする方の顔などは映さぬようご配慮の方をお願いします。すみません、ちょっとその前に今日、抗議の参加者の方々に、チラシを配りに来ている方がすごく多いです。で、我々は抗議中の参加者へのチラシの配布をお断りしています。なぜかというと、311以降初めて市民運動、社会運動参加する方で来たらすぐいろいろ紙渡されると平気して、もう来たくない、だからあれはやめさせてほしいと声を汲み取ったもので、そういう理由で抗議中のチラシの配布を皆さんお断りしているので、この辺ご理解ください。では官邸に向けて反原発の抗議されたい方、1分間で手を挙げてください。いらっしゃいますか。できてないな。まとめてね。安倍晋三。今日は一回り大きい太鼓持ってきた。私と同じように、ジジババの皆さん、ご苦労様です。今日はの土曜日の行動なんですけれども、普段の平日の行動はなかなか仕事がある若い人たちは参加できないので、私たちジジバは頑張りましょう。今日午前中、私が太鼓を教えている川崎の保育園で卒園式でした。子どもたちの澄んだ瞳を見ていると、何としても原発を止めなければいけない、こういう思いを新たにしました。地震、津波、そして原発事故、大変な状況の中で
生まれた子どもたちも今年は小学校1年生です。みんなの力で何としても原発を止めましょう。雨をやめろ、雨をやめろ、雨をやめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ。福島原発事故から6年が経過し、今でもまだ収束どころかむしろ悪化している。すなわち避難指示解除で賠償金打ち切り、地震避難世帯への住宅無償提供の打ち切り、中間貯蔵施設がなく山積みされたフレコンパック場所への帰還指示、地震避難先でのいじめ、免震重要棟がなくても再稼働、地震専門家がいない欠陥原子力規制庁、放射能汚染水トリチウムの垂れ流し、8000ベクレルの汚染土壌のばらまき、どの国も買わない欠陥原発輸出、どこに行ったか核燃デブリ、行き場のない使用済み核燃など、これらすべて原発と安倍のせいだ。やめろ。はい、3番出口近づいてます。いらっしゃいますか。はい、マイク前方へ返します。ちょっと待ってください。最下の反対。
再稼働反対。原発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 反対。再稼働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 反対。全体原発今すぐ止めろ。全体原発。原発反対。原発反対。再稼働